皆さんこんにちは。今日は10月13日です。私は今南薩摩市加世田城潤高校の補充に来てます。城潤高校の学生さんと私がお世話になっている南薩摩自然のオーガニック推進委員会で作付けした紅はるか、こちらです。今収穫時期を迎えております。品種は紅はるか、大きいサイズ 300g 以上は南薩摩市の学校給食にご提案しています。ご提供しています。そして 80g から 200g、 だいたいこれが 200g、 これがだいたい150ぐらい、 100g ぐらい、これも 100g ぐらい、これぐらいの大きさのをネットショップで販売してます。詳しくはホームページストアーズからご覧ください。 URL を貼っております。ちょっと畑見ますか。なかなかね、クワとかで収穫するの大変なんです。まあ機械で収穫する時もありますけど、僕たち人の手で収穫して3週間ほど透過作業に入ります。そうすると糖度が上がって甘いいい状態になります。焼き芋にしてもいい、蒸し芋にしてもいい、もう好きにしちゃってちょうだい。そんなさつまいも食べてみたいと思いませんか？乞うご期待です。